はい、どうも。2019年の3月の15日、2時36分です。はい、わざとで。スマホ重たい？イベントがね、始まると重たくなるんだよね、ふわっちね。イベント始まると重たくなる。スマホ重いのは俺のせいじゃない、よくないか。俺に言われてもな。そんなこと俺に言われても。俺そんなこと言ってないと思うけど。そんなこと言ったっけ？支払い完了になってなかった。なんだろうね。ね、ポイントがたまってなかったとか。どういうことなんだろカード払いなんだ。ああ、タバコ吸いたい。イライラする。バコ吸いたい。PC 起動した？
今夜中の2時か。何？また調子悪いの？体。また入院なの？調子悪いの？あんた誰？
捨て頃をつけ手に入ったの。捨て頃をつけ手に入ったの。タム。もうチケット発売終わったでしょ。あ、別に兄にそんな定期言ってないよ。勝手に書かないで。チケットもう発売終わったよ。当日券かな。あ、了解了解。うん。ニンニティキ消して。俺そんなこと言ってないよ。監督引退じゃなくて映画撮んのやめる。ではないかな。ごめんなさい、うちフォロワー限定なんで、あのブロックです。初見さんはいらないです。さよなら。
食べようかな今日。はい、おやすみ。寝坊なんか予定あんのかな。おやすみ。たまね、うちのレギュラーだよ、ごま塩さん。わかんない。病院行くっつうか検査があるって。ああ、病院の寝坊か。そっか、病院の寝坊だね多分ね。バイトね、いいんじゃない、別にバイトしなくても、別に働かなくてもいいと思うよ。はい、つぁー
ああ、2ヶ月に1回だもんね、年金はね。そうだよね。収入入ることによって障害者年金が少ない。あー、なんか変だよね。なんか変だよね。変だね。いやー、そういう問題あるよね。まあだから働くなって言ってんのと一緒なんだよね。これだけ金は手付金渡しとくから黙ってろみたいなさ。病院とかに行くもんね。あー、エルヴィンはどつ。あれ、コメント打ててた？エルヴィン。俺が気づかなかったかな。の会社の給料は全額出ることになってる。でもそれちゃんともらった方がいいんじゃないの、親父に。まあまあ親子間のことだし、あれのことだか分かんないけど。俺はハートありがとね。
ハートありがとう。じゃあ働けっていうの、親父のところで働くのってダメなのかね。どうなんだろうね。めんどくせえか。周りの社員がイライラするんだ。おお。いやまあね、あーそういうことか、仕事の件でってことか。本当だよね、そりゃそうだよね。まあまあまあ、障害者になるってそういうことだからな、障害を持つってそういうことだからな。悔しいけど、そもそも農園になった原因、おそらく仕事で行ったプールの開放の監視員だと思う。ああマジか。マジか。まあ、やめようぜ。なんかわかんねえよ俺。完全にね。目でも研ごうかな。
あ、初コメいらないです。お疲れ様です。ブロックです。会社の休職してから入院しなくなったな。ああ、じゃあストレス関連してたんでしょう。働くのがストレスになってたんだよ。多分ね。もう全然いいよ。身内放送だから。ごめんなさい、うち身内の放送なんで、さよなら。入ってください。
教えません、ブロックです。
結構です、ブロックです。バガーありがとうね。相手もありがとう、アモトさん。猫の目おはよう。今日おにぎり作ろう。おむすび。手作りの唐揚げ作りたいけど、俺唐揚げ作り方わかんねえな。唐揚げ下手なんだよな。米炊くか。ブロックです。唐揚げ味付けした後に卵を最後に入れるといい。あ、そう。唐揚げ作るのうまい人うまいよね。